お願いいたします。じゃあ大阪出身和樹と申します。今日も短い間ですが、アコパラ頑張って歌っていきますのでよろしくお願いいたします。いや、先ほども話あったんですけども、まあ、ここに出る、ここ梅田に出るのが本当に久しぶりで、まあ、多分衰えてないかどうかは心配ですが、まあ、精一杯歌っていきますので、カバー曲2曲、まあ、先ほども言われましたゆっくりした曲しかできないんです。本当はちょっとアップテンポの曲とかもやりたいんですけども、ちょっとテンパってしまうんですよ、ね、自分は。だからなかなか抑えられなくて、もうバラードぐらいしかできなくてなってしまって、だからもうバラードに出て今回はお送りして、まあ、次の人に変わろうかなと思っております。それでは早速1曲目聴いてください。限りある時をなくさないように。
の始まりの朝を今だって覚えているんだ。君がいるなら、そばにいるなら、愛のかけた世界でも信じて行ける、歩いて行ける、この背中を押してくれる一人一人の願いを乗せて、今支えてゆける、笑ってゆける、僕らならできると思うよ。君がいるなら、そばにいるなら、それだけで強くなれるよ。手拍子来るとは思ってなかったです。ありがとうございます早いもので、次が、最後でございます。最後も、頑張って自分なりに歌って次の人に会いたいと思います。本当、今日はどうもありがとうございました。色も違うビーズがテーブルの上で光ってた。互いが互いを照らし合って色とりどり輝いてた。日々が割れても少し欠けてもその破片さえ輝いて、寂しさに負けそうになっても平気なふりして笑ってた。自分の荷物他の誰かに背負わせてしまわないように気づいていたよ。君の強さをその箱顔をずっと見てた。揺れてた。
何も言えなかった。眺めると日の暮れてゆく光、いびつな影らたち、時には擦れ合い、光にかざした万華鏡のように、分かり合えなくても涙が流れてた。一人きりでは語えられない景色、イベントいかがでしたか？いやー、久しぶりです。